東京連邦プライド共同代表の山形信也さんをお呼びしたいと思います。はい、山形さん。今日は皆さんいかがでしたか、パレード。ありがとうございます。これからまたスピーチということで、今日はですね、まず、世田谷区長の小坂信人さんの名人になってますので、まずスピーチをしていただきたいと思います。小坂さん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。88万人住んでいる世田谷区の区長の小坂信人です。この中に世田谷区住んでいる方いますか？まあ、ちょっといらっしゃいます。東京レインボープライドの開催、おめでとうございます。実は、2006年ですかね、レインボーパレードに私も当時は国会議員でしたが、まあ、初めて参加して、どうもいろいろ聞くと初めて一緒に歩いたという、スタートラインで皆さんの話を聞いてきました。4年前から世田谷区長になって、上川綾さんもいらっしゃいますし、セクシャルマイノリティ、人権、いろいろ議論をしてきました。こうした中でですね、もう皆さんご存知だと思いますが、LGBT 成人式って知ってますか？世田谷区でですね、区の公園で、実現をしたのが4年前で、毎年やっています。私も教育長も代理として招かれています。学校でやったり、区の施設でやったりしてますが、かなりですね、成人式で自分らしい生き方とか自分らしいその、友人関係、そういうのをなかなか発揮できなかったと、もう一回、本当に、